どうもロシングルです。さあディビニティオリジナルシンエンハンスドエディション続きをやっていきましょう。というわけでね、この死体は気にしないでください。試しにニックを呼び出してみただけです。というわけでスイッチ押しまくりますよ。これはウォールグラフにお願いした方がいいのかな。お願いします、ウォールグラフ。振動しているスイッチ、どうしよう、一旦離れてもらうか。はい、常にウォールグラフが人体実験としていよう。はい、どう、どわーぶ、やべ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 。ジェイハンなんだよ、危ねえ危ねえ危ねえ、ギリギリじゃん。危ない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 、全然麻痺が解けない。もう一回、もう一回やろうか。あ、よかった。いきなり大変なことになったね。はい、よいしょ、ふう。あとは確かここら辺にあったね、埋められたスイッチ、行くぜ。よし、ほい、行きます。そい、盲目、抵抗 0%、 盲目になっちゃった。見えない見えない見えない。はい、じゃあ行きます。黄金のスイッチ、トン。おう、お宝だ。はい、あ、開いた、やったね、ありがとうございますいやー、押してみるもんだね。でこっちもあるけど、あとね、あっちも階段登る前にあるんだよね。なので階段登りきる前に全部押してみたいっていうのが正直なところあります。こっちはなかったっけ、こっちはないか、ないよね、うん、ない。はい、跳ね橋のところに、はい、一個あります。ハクアのスイッチ、カチッ。なんだ、なんか出てきた、誰だ貴様。よし、じゃあ、ん、一匹だけか、全然、じゃあ重装剣士一匹だけだね。はい、ほい、ミス、やっちまった、ちゃんとこれ唱えとけばよかった。はい、あ、アクションポイントがない、なんだよ。調査、あ、わかんねえ。まあでもとりあえずなんだろうね、燃やしとけば大体いいよね。はい、せいとりあえず燃やしとけっていうその雑な感じ。あ、やべえ、炎魔法が唱えられない。というわけで、シグロにお願いしましょう。さあ、これはもうダウンしてもらうか。はい、せい、オッケー、倒れた。あとは殴ろう。あ、オイル食らっちゃった、いけ、せい、終了。早いね、ははちょっと離れておきます。オールグラフこんなもんか。ここはもう一回押す、はい、あ、押せない、一回こっきりか、ということらしいです。さあ、あー、さあさあさあ、ついに、え、罠、罠、おっと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 、あぶね、よいしょ、マジで罠だらけだ、せい、うお、え、こんな地雷あったっけ、え、こんな地雷あったっけ、なんでこんなに、あ、消えた消えた、めっちゃめちゃ怖い。
確かここにも、ここにもあったんだよね。スイッチ。あ、あったあった。よし、じゃあ、ちょっとウォールグラフ、頑張ってくれ。いきまーす。摩耗したスイッチ。あ、怖えな。クイックセーブ。はい。ガチャ。う、呪縛？ああ、足が遅くなった。遅い遅い遅い。呪縛っていつ解けんだろう。あと一ターンか。はい。さあ、頑張って調べ物しよっか。これが不気味なスイッチ。せい。どうだ。お、下の分かれたリザード王に近って、ここはどこだ。オーマイ。スケルトンとヒーリングポーション。スケルトン、何もない。羊皮紙。羊皮紙は何か書いてんの。やばい、飛ばされちった。クソ、この文が俺の最後の証になるかもしれない。ブラッドストーンなんぞ探しに出たのが俺がバカだったのだ。なぜならポンティウスが俺を見つけ暴風の中に吊るし上げるようなことにはならないと考えていたのか。人生最大の失敗だった。さらに最悪のことに、俺にはこの不名誉な死から逃れるために必要な洞察力も魔法のレリックもない。この孤独な窮地から脱する方法はあると思うが、それを見つけるには俺はあまりにバカすぎる。きっとリベルに別れを告げ転生の前の準備順番を待つ身となるだろう。うわー、マジか。え、ちょマジでな、どこだここ。はい、倉庫な宝箱があった。やった、マジで。鑑定。借金。はい、鑑定。借金。いいブーツだね。風のブーツだ。とりあえず全部もらおう。で、あ、謎のスイッチ見つけたよ。スイッチと、はい、こんなもんか。シグロじゃない、ロングルか。ロングルだけ、じゃあ不気味なそのスイッチで一緒に行きます。う、あれ、あ、そう、あ、消しちゃった、間違った。す、あ、はい、じゃあオールグラフ。このネズミのセリフ知りたかったな。とりあえずはこのスイッチで帰れそう。押します。ガチャ。お、ああ、ここ、へえ、あ、ここに帰るんだ。なるほどなるほど。ちょっとめんどくせえな。めんどくせえけどピラミッド持ってないもんね。じゃあ歩いて帰ります。はい、ただいま。こんなことになろうとはね。スイッチ全部一回落として、よし、一旦みんなさんと合流します。さあ、おいで。これはもう押せない。はい。さあ、戦いスイッチ。怖えね。あ、そうそう。うわ、と。離れろ。みんな、ちょっと離れて。さあ、せい、ドーン。なんだ今、ワンツーパンチしたさっき。どうした。え、装備外した。外してるね、なぜか。なぜ？あ、壊れた。修理。チキ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 ン。はい。あ、やべえな。みんなの装備を一旦見ましょう。あ、よかった。結構減ってるね。OK。オールグラフ。さあ、この前に、チャキン。ぶっ壊しておきましょう。うわぁ、何なのこれ。本当に。よし、行きましょう。温かいスイッチ。怖いね。離れて、こう行ってね。はい。行きまーす。温かいスイッチ。わわわわわわ、行って。ジェイハン。ジェイハン。違う。やばい。はい。ウォールグラフ。
危ない。ウォルグラフばっか辛い目に遭ってる。かわいそう。ごめんな、ウォルグラフ。さて。さあ、これはもう押したね。押したらもう押せない。はい。で、そこを2つは押したから、次これか。セーブしながら進めます。施錠されてないスイッチ。ガチャ。どうなる？ん？何がどうなった？え？わかんない。押した。ああ、もう押せなくなってる。奇妙なスイッチ。はい。どうなる？あ、本当か？恐ろしい海賊が仕掛けた罠かと思っていた。そんなのサイズのいたずらじゃなくてな。嘘だろ、入り口に戻された。はい、歩いて帰りまーす。はい、ただいま戻りました。どこまでやったっけ？これをした。あとこれか。はい。1億クイックセーブ。凍りついたスイッチ。もう良くない感じがするね。J 班。毎日に備えてね。はい。ウォルグラフ。押す。さあどうなる？凍結。J 班。凍結を解除するのなかったっけ？アバターオブフロスト。対水。ああ、溶けちゃった。あ、そう。はい。わかりました。ウォルグラフ。おっと、あぶね。はい、シグロたち、ちょっと離れててくれ。ウォルグラフ、ディン。罠だらけだね、しかしここは。ここにも、おっと、セイ。連鎖しないってことはもうこれ以上ないか。なんかのボタンが、つまり、この地雷を発生させるやつだったんだな。レイズのスイッチ。ガチャ。どうなる？機械？破壊の人形。拾う。破壊の人形？なんだこれ？遠い未来の悪名高い称号を申した人形。これを所持していれば、レバー引かなければという気にさせられる。あーなんだろう、元ネタわかんないや。ごめんなさい。あぶね、罠？どこ？え？罠なくない？ん？罠ないね。はい。地雷あったわ。嘘だろ。地雷。どっかに地雷あったね。ここら辺撃っとけばいいのか。地雷こん中にあったよね。え、ほら、アクショントラップ解除。チキ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 。ああ、これ押したら爆発するってこと。じゃあ押してみよう。どうだ、ガチャン。やはりよかった、近く高くてよかった。あぶね、ひぃひぃひぃ、すげえな。なんだここは、本当に至る所に罠が。大丈夫か。結構減ったね。7減ったよ、すでに。あとはここはもうない。さて真ん中だ。大丈夫か？行きます。腐食したスイッチ。あー、いって。やべ。J 班。違う。はい。一回直してあげよう。やばいね。これで治らない。腐敗を治す魔法。腐敗？どれだ？あ、勝手に治っちゃった。はい。あ、よかった。びっくりした。よし。ここは全部やったね。じゃあ。
さ、残りここだね。違う、こっちだ。はい、行きますよ、行きますよ皆さん。ドドリアさん、どうのスイッチガチャ、どうなる。おっと、宝だ。怪しいところはない。未鑑定物鑑定、シャキン。うわー、いいブーツだね。はい、未鑑定のワンド鑑定、シャキン。あ、間違えたよし、オッケー。あとは、アッキー。ここら辺はない。このバチバチの消し方がわかんないね。あとはこっちはスイッチはない。あったあったあった、これか。ガラスのスイッチと血まみれのスイッチ、一応セーブしましょう、不吉なんでね。はい、じゃあガラスガチャ。え、なんだ、違う、ログを、戦闘ログ。ん、え、なんだろう、わかんない。なんかあった？血まみれ。おう、開いた音がしたぞ。ドン、闇へ。洞窟へと延々と続く道は巨大な岩に阻まれていた。だが、それも今や消し去られた。さあ、今、この入り江が隠されていた秘密を明らかにしてくれるに違いない。ふう、とりあえずボタンは全部押せたようでよかったね。ああ、よかった。オールグラフちょっとダメージをもらっているようだ。回復しましょう。オールグラフ。結構な消耗でしたね。さあ、オールグラフ、戦闘で頼む。開いた？あ、開いてる。すげえ。クイックセーブ。完了。いよいよだね。なんか。いるね。敵はそいつだけか。毒のタルト、水、爆発。こっちはノーマルか。こいつは来た、ポンティウスレベル7で、あー、なんだ、なんかおかしい。よいしょよいしょ、おかしい。これだね。これ。これがなんか、使わせちゃいけないなんとかっつってたよね。で、お宝が一つ。なので、ロングルで調べます。はい。まず調査。レベル7。耐性が高いね。毒が全く効かないので、装備変える？無属性武器に変えますか。じゃあ装備で。よし。さ。はい。はい。この作戦毎回やってるね。よいしょ。OK。クイックセーブ。で、炎。炎が一番いいよな、やっぱ。この高所取れるのがいいかな。 OK、 行きましょう。ん？入ってるか。ギリ入ってるね。せいからの、うわー、バレたー、振り向くとは。そして、うわわわわわ、出てきた出てきた、すげえ数だな。お、いい感じでスローが入ってるぞ。え、AP めちゃめちゃあるね。こいつはやべえな。まずは、ファーストトラック。ポンティウス。お前と戦うのが楽しみだったぜ。さて、まずは近づく前に、あいつらのことをすごい大変な目に遭わせたいから、これが
爆発範囲4m、これだと どうかな、これにしときますか。いけ、ドーン、いいね、燃えた。さて1ポイントだから終わっておいて、我々は自分のことを面倒見ましょう。いけ、ロオースオブデセクレーション、しっかり効いたね。あーこれ使えない、毎回これ使えないね。でそしたらね、一応ね前に出ておきましょう。スタ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 、いくぞエンカレッジ、全員鍛え上げろ。プルプルーンからのファースト、ファースト、なあー浮いちゃった、間違って、ファーストトラック使いたかっただけなのにオッケー、こんな感じにやっときます。せいやからのこれ、バルダーダッシュ、バルダーダッシュなんだっけ、オッケー、落ちろ。せい、燃えるのを広げる作業が必要だ。くぅ、あいつくぅ痛いね。まだ撃てるか。うぅ、ジェハンつらい。何する気だ、回復、なんだろう、なんかを使ったね。お、チャンスで、あいつはぐるっと回ってくる気だな。うん、あんま効果的じゃないね。おお、ウォールグラフやば、こいつらスキルすごいぞ、強い。なんか使ったね、恐怖、わお、オッケー。そしたらくぅ、あいつらこんな感じで巻き込もっか、いけるよね、はい、燃えろ、オッケー。さあ次が届くか、しびれるかな、頼むぞ、しびれろ、あらよ、よし、しびれた、いいね。で、これはね、ワイルドファイヤーは唱えずに、とりあえず、こいつを混沌させる必要があるな。ポンティスを集中攻撃しよう。倒れない。あ、そう。もうポイントないっけ？殴れない。くそ、しょうがない。シグローがなんか変な感じになってる、まずい、うう、やばいやばいやばい、これは、うう、よし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 効いてるね。さあこいつはどうくる、盲目、やばいな、シグローが食らってんのが非常に良くない。オッケー、こいつら足止めしないとね、燃やしながら、せい、ドン、オッケー、一人倒した。でどうしよう、凍らせる、こいつのことは動き封じないとね。せい、凍れ、凍結、うーわ、ロングル、まずいぞ、
あー、これは良くない。くそ、あいつらアンデッドのくせになんで回復すんだよ。おかしいだろ。なんだ、何使う気だ。ロングル出血。ロングル、ふう。さて、じゃあこいつは困ったね。全員ぶちのめしたいね。せい、抜けろ。倒れない。あ、そう、やるしかねえか。せや、効かねえな。あいつもうちょいで死ぬね。うう、痛い。頼む、減ってくれ。やっと目が覚めたよ。ファーストトラック、オッケー。で次こそはセイドーン。倒れねえんだね。オッケー。じゃあこいつどういうこと。調査、視覚攻撃永続。倒れる倒れないは分かんねえのか。これじゃ防御120かな。これのせいかな。とりあえず行動不能になってもらわないとね。危ないね。うら、呪縛、オッケー。さ、次は近接パワースタンスを取って終了しよう。うう、やべ、シグロ倒れた。倒れてるか。さあ、リコシェでまずはセイドローン倒した。まずは一匹。リザレクト、あ、ポイントが足りない。そうなるともうね、命中スタンスを取って終了します。ロングルがね、血を吸って回復できるから結構いいですよ。さあ、これはなんだ。温暖状態にして効果範囲でターゲットの精神と弾力を鍛錬を弱める。3ターンの間、聖なる光に打たれるを付与。これつまりどういうこと。マイナス2弱める。あー、じゃあこれ打った方がいいか。この角度、よいしょ、2匹入れよう。せい、うら、弱まれ。で、いけ、ポンティウス。よし、いい感じだぞ。回復を使うのか。うわー、シグロ起きてくれ。こいつはまずいぞ。うっ、ロングル、くぅ。盾のおかげでなんとか。次はなんだ、炎ダメージ。フンヌ、何フンヌって。わお、上等だよ。今回はもうアドレナリンで好きなだけ攻撃させてもらおう。いけ、うら。そしてですね、ジェイハン人で、ああ、うっそ、何やってんの。ジェイハンじゃない、ウォルグラフ。これ死んじゃうよ。やばいやばい、接近戦は良くない。シグロが起きない。ああ、そう、こいつは今現在調査、呪縛が3ターン、 OK、 いいね。なのでこれは呪いを付与。
全属性低下、これだな。よし、うう失敗。嘘でしょ。くう、回復してる。まずくない？危ない。おお、盾いいぞ。盲目失敗。いいね。さあポンティウスは？恐怖失敗。なんか変なスキルいっぱい使ってきてんな。一発も撃てないっけ？一発も撃てない。終了です。シグロー、シグローが立てねえ。ね、どうしよう、人手が足りないね。ポンティウスいけるけど、壁が邪魔だね。どっちかな、こっちかな。うら、もう一回。あー、惜しい。くそー、こいつらしぶとい。よし、シグロー。あ、やべえ、ウォールグラフ。あと一歩だったのに。いて、いて、いて、いて。なんで今の技。よし、倒した。炎を自分で燃える技を使ったっぽいよね、今の。それで死んだね、完全に。よし。お前らは全員、まずは、チリに返してやろう。まずはね、本当に、危ねえ、危ねえ。ほい、よし、いて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 、はい、とどめだ。オッケー、もう一発、もう一発、うん、いける。よっしゃー、いけた。ふう、血を吸ったおかげでなんとかなったね。ご飯、ご飯、とりあえずご飯食っときゃなんとかなるだろう。これで、はい、ジェイハン。ふぅ、危なかったね、ジェイハン。ジェイハン、自分を回復してな、まずは。はい、いやー、きつかった。結構危なかったね、ジェイハン落ちてから。どうなることかと思ったよ。ポテトとか食っとこう。これ茹でたじゃがいも、おいしいおいしい。ジェイハン、はい、ウォルグラフ、ちょっと食らってたね。ポンティウス強え。危なかった、ほんと危なかった。おう、ポンティウスの鍵、不気味な。あー、ウォルグラフに拾わせよう。はい、ポンティウス、不気味な黒い鍵、鑑定メタルヘルム、でん、いいんじゃない。これも鑑定しましょう。でん、あ、拾っちゃった、もういいや。鑑定、シャキン。さ、こんなもんでしょうか。メタルヘルムかな、あ、じゃない、指輪か。あー、毒ね、いいと思います。ふう、危なかった、マジで危なかった。こんなもんか、巻物があった。よし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 、ゴールグラフに調べていただきたい。ここは何かあるか。何もないぞ。あ、宝、はい、まあまあまあね、おまけみたいなもんで。いやー、強い。オイルファイヤー攻撃でそんな削れないってのがね、やっぱ耐性の強さが恐ろしいね、こういう長丁場の戦いだと。はい、お、いろいろ落ちてるぞ。はいはい、かな、こんなもんか。はい、あー、たー、ね、なんだ。あー、ミミック、おー、黄金の唾、なんだそれ。とりあえず命中を上げとこう。ドゥン、これは強えのか、もしかして。
ヘイスト。さあ、荘厳な宝箱。うわー、毒撒き散らしてるよ。やばそう。あー、終わっちゃった。はい。そしたら、マジか。どうなってんだ、こいつは。あ、違う。調査だな。レベル7。耐性がすごいね。何も効かない。打撃のみ。ああ、よかった。変な武器、毒付きの武器とかに変えなくて。まずは、じゃあ、ちょっと、これは全力で向かった方が良さそうだね。行くぜ、ロング。さあ、生かしてもらおう。倒れてくれ。せい！聞いた？全然ダウンしねえな。どういうことだ炎も効かないんだっけ。ああ、わからなくなった。くっそー。てなわけで、前線に壁を、おここか。終了。おいで、雲。シュイン。てなわけで、まずはファーストトラック。そしてもうエンカレッジを全員に。はい、全員強くなれ。頼むぜ。終了だ。でん、壁役殴る。おら、うーわ、なんだこれ。嘘出ろ嘘出ろってなんだよ技使ってみようか。はい、せい。こいつ爆発するぞ、殴ると。やば。うう、なんかシグロをすげえ目の敵にされてない？うう、シグロやばい。もう撃ちまくるか。アドレナリン。まあ、一匹だけだしね。はい、あと一回。はい。はい、終了。うわあ、なんか、悪霊みたいなやつが。ふぅ。危ない危ない。回復回復、回復をシグロに。クモはもしかしてあの一撃で死んじゃったのか。はい、火を消します。あ、クモ今死んだわ。生きてました。失礼しました。じゃあ、ウォールグラフ。いろいろあるね。アイガージェの技術書。ほう、ワンドがあったぞ。チャキーン。治癒のワンド。はい。あとは、木箱が1個。パイケーキ。こんなもんか。のようだな。火だけつけておこう。消しちゃった。毒の樽、水の樽。危ないね。あんま近づきたくない、こっちは。あ、なんかあった。ゴールドだ。あ、あいつ、そっか、ゴールドを吐きかけてきたんだ。なるほど。道理でいてえはずだわ。ここは調べたっけ？はい。いいね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 。特に良くもないけど、思わずいいね言っちゃったね。いやー、ポンティウス危ない。お、危ねえ。下がれ下がれ。さあ、お、嘘だろよいしょ。はい。あれ、おろろ。はい。さあ、え、なんか見えない壁があるぞ。あ、トラップ解除できねえや。うわ、痛い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 。ちょ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 、みんな、ちょ、J 班。うし、とりあえず消そう。誰か死んだ？え、誰だ。ああ、
シグロ死んだ。なんだよもう散々だよ本当に。毎回あれだね。あらららら、よいしょ。毎回毎回本当に死んでは蘇り、巻物スクロール分のお金が無駄に減るよね。オルグラフ最高。これはポンティウスの宝箱、開ける。やったね、ブラッドストーン。でん、あ、なぜ閉じた、あ、全部取った。今なんか手に入れたね。ポンティウスの日記、災いの海、我が宿敵に破滅をもたらすもの、我が尊きブラッドストーンは多くの生き物を叩き潰し変化させてきた。宝に汚い指をかける愚か者どもに対する罰として。なんか狙ってたやつをあれなんだろうね、殺してきたんだろうね、ブラッドストーンのこと。でこれか、ポンティウスデスブラスター、これがやべえんでしょ。なんだやべえぞ、使用、わあ、いや、いい、ちょ、よくない。ああ、危なかった。危なかった。なんだあれ。離れよ。よくない、よくない。そっか、あそこに頑張っていけばよかったんだな。簡単に倒せた。はい、というわけで、だいぶ大変でしたけども。いやー、苦戦した。辛かった。はい、ポンティウス無事倒しました。そうだ、ログ見てないや。闇へ。でん、この入り江につきまとう者の正体を見つけた。ポンティウスという不死の海賊の船長だ。根源の力の魔法がこの長い間彼を生きながらいさせたようだが、ささっと彼と彼の船員もろとも消滅させた。見事ニックの復讐を果たせましたね。よかったよかった。いやー、きつかったけども無事クリアできてよかったです。というわけで、待て、しかして希望せよ、次回もディビニティお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。アリーベデジー。